I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is probably the ending of JoJo's Bizarre Adventures, Eyes of Heaven. Please enjoy it, because it will probably be the last part of this walkthrough. ジョジョの奇妙な冒険、アイズ・オブ・ヘブン。遊びたいモード、よし。ここはストーリー、うん、ザ・ワールド・オーバー・ヘブン。あれは？ディオ。お前たちが来たということは、プッチを倒したということか。おめでとう、ジョースターの決闘どもよ。仲間も遺体も見事に取り戻し、このディオの前に再びやってくることができたというわけだ。ディオ、やろう。けっ、辛い針なんぞしやがって。もうてめえ一人だぜ。
バレンタインはすでに始末してやったぞ。何？お前たちが奴に何をそそのかされたかは知らんが、もはやどうでもいいこと。じゃあスターどもよ、このディオのいた世界ではすでに滅ぼしてやったが、我が友プッチへの手向けでもある。少しだけ遊んでやる。さあ来るがいい、ジョー太郎。遺体を手に入れて自分のマイナスをゼロに戻したいだけだ。オープンザゲージ。自分の肉体を穴の中に巻き込む。再び攻撃をする。すごいな。これは打ちかまっす。おら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 。うせんだが、野郎が本気を出していない今がチャンスかもしれない。いいよ、すごくいい。この穴で攻撃をする。自分の肉体を穴の中に巻き込む。終わりだ。どうカースを無駄だ。体を穴の中に巻き込む。攻撃をする。すごいな。すごいな。終わりだ。どうかす。さよなら。少し食らったね。くそ。食らいな。二人で行くぜ。ああ続いてくれ。打ちかまっす。おら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 。ウセのパワーと精密な動きができる。ザワールドオーバーヘブン。いいよ、すごくいい。
思い知ったか、丈太郎さんの無敵のスタープラチナをよ。おい、いけるんじゃねえか。そのままとどめを刺しちまいな。やはりまただ。ディオの体からダメージが消えている。前にジョニーやジョルノたちが戦った時と同じだ。これが奴の能力。どうした、攻撃の手が止まっているぞ。もういいのか。もうお前たちにとどめを刺してしまっていいのか。真実の上書きか。だが理解していたのか、我がスタンドの能力を。おかげさんでな。どうでもいいことだ。お前たちが理解していようがいまいが、これから我が能力を嫌というほど思い知らせてやるのだからな。バカな、これは。気づかなかったか。ザ・ワールド・オーバー・ヘブンはすでにその亀に拳を叩き込んでいたのだ。そして真実を上書きする。亀が消えたわ。今お前の仲間に私のパワーを大量に与えて各時代に送り込んだ。普通の人間には耐えられないほどのパワー。放っておけばじきに肉体は崩壊し塵と化して消滅するぞ。波紋を食らった吸血鬼のようにな。てめえ何を企んでやがる。そんなことを言っている場合か。丈太郎、やつの相手は君に任せたよ。今までのことを考えると
奴を倒せるチャンスがあるのは君だと思う。だから仲間たちのことは僕らが何とかするよ。野郎をぶちのめす役は頼みましたよ、城太郎さん。間違いなくこれが最後の戦いになる。いよいよだな。ああ、大詰めってやつだ。私は残るわ。父さんと一緒に奴を叩く。いいでしょう。遺体に導かれてここまで来たけどよ、こんな奇妙な冒険になるとは思わなかったぜ。待っておったぞ、悪党ども。波紋の奥義を見せてやる。ゼペリさん、シーザー、すみません、二人ともすぐに終わらせます。
ついてきてください。よかろう。ここは私が。シャボンカッターのさらなる応用編。真っ黒に観光しろ。いじめのアイディアたくさん考えてやる。シャボンカッタ、なんてこった。援護を頼む。このヒーローだぜ。セイサンライトイエロー、オーバードライブ。あとは私に任せておけ。動きが鈍くなずれておる。やるじゃねえか。こんなキスらせ。ディオの術中にハマっていたのか。そうだよこのバカ、ヒヤヒヤさせんじゃねえぜ。いや、恐るべきは奴の能力。あの一瞬でゼペリさんたちを再び支配下に置くなんて。ですが今まで通り遺体の光で元に戻せるというのは本当のようですね。二人ともここで休んでいてください。僕たちは先に行かなくては。来たな、テロリストども。ぶちのめしてやる。絶対にやってやる。ジャイロ、君か。上州、何度でも戻してみせるさ、ジャイロ。
気に入ら…オープンだけ鉄球の回転はどれやめそうだやめ鉄球の回転から摩擦を奪った。オラ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 ！勝つのは俺だ。いいよ。すごくいい。頼む。ああ、こっちだ。そこだ。オラ。ありがとう。ジャイロ。それしか見つからない。やるな。本当に。やめ。やめ。ほら。やめ。やめ。手に入れたわけなきゃ、お前をさらけ奪う。シャボン玉が水分を。もっともっとぶっ壊すぜ。ご存知のだと。本当に攻撃を受けすぎだ。ソフト&ウェット。てるぜな。もう後には引けねえ。頼む。ああ。どう？優しくないぜ。視力を奪える。状況を脱出するためだ。俺に近づ。ここは
何が起きたんだ。よし、戻ったら。ジャイロ、君は待っていてくれ。もう少しで全て終わる。必勝だぜ、ピストルズ。許さないぞ、お前たち。ミスト、それに君は。光一、グレート、おめえとやり合うのはよ、そういや初めてだよな。僕のオープンだけ。大嫌い。これは。フロッシュ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 。お願いします。よし。
じゃあ君の傷は僕が治そう、ジョウスケ。グレート、マジに助かるぜ。あれ、僕はどうしてたっけ。よう、正気に戻ってくれて嬉しいぜ、小一。よし、いける。ディオの野郎がもったいぶったこと言いやがるから、少し焦ったが問題ねえ。この調子でどんどん仲間たちを元に戻すぜ。どうした、ジョルノ。いえ、ちょっと気になるんです。なぜあの男は、ディオは僕たちにこんなことをさせるのかと。僕たちを分散させるためなのかと思っていましたが、こうやって戦わせること、それ自体が目的なのだとすると、なんだって。我がザ・ワールド・オーバーヘブンによる真実の上書きには、莫大な魂のエネルギーとそれをチャージする時間が必要となる。長所と短所は表裏一体、ままならぬものよ。ジョースター家はその誇りと勇気を持って運命に勝利してきた。だが、その時こそ魂の力が最大限となるのだ。機は熟した。ジョースターどもの魂、聖なる遺体を私のものとさせてもらうぞ。な、何あれは。今のまさか、てめえ、あいつらの魂と聖なる遺体を。これで残るは
お前たち二人のみ。まずは丈太郎、貴様からだ。無駄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 貴様を始末するのはやはりザワールドオーバーヘブンの真の能力。存在ごと消えろ、ジョータロー。我が手は必ず真実に届くのだ。邪魔者は存在しないという真実にな。ん？おら！何？な、な、何？これはオーバーヘブン。丈太郎がこのディオの与えた真実を上書きし直したというのか。まさか同じタイプのスタンド。ザワールドとスタープラチナは同じタイプのスタンド。こともあろうにこのジョースターの末裔が我が真実に入門してくるとは。真実か。今よく見えなかったけど、父さんの体に何が起こったの？いいだろう。どちらの真実が上か、蹴りをつけてやる、丈太郎。気に入らない奴はとりあえずぶん殴る。こ
このあたり。そう、そこだ。ここが一番。拳を叩き込みやすい角度。この感覚、これがオーバーヘブン。真実を上書きする能力。思い上がるなよ。これがお前の真実とやらか、ディオ。強い。今までの父さんとはどこか違う。丈太郎、お前のスタンド、その精神力を認めよう。しかし悲しいかな、能力に目覚めたばかりのお前にはオーバーヘブンは使いこなせん。無駄。ソフィジョリー。残り一人。まさか我が真実に介入してくるとは思わなかったぞ。だが真実というものはたった一つでなければならない。このディオのもたらす真実、それだけで十分なのだ。礼を言うぞ。お前たちのおかげで聖なる遺体はスムースに集まり、このディオは労せずに基本世界へやってくることができた。そしてお前たちの魂を得ることで我がスタンドはさらなる高みに到達するだろう。ジョースターの決闘というのは我が運命という路上に転がる犬のクソのように邪魔なもんだったが、最後の最後はこのディオに利用されるのがジョースターの宿命だったようだ。いや、やろう。さて、ジョー太郎、ジョースター家の最後の一人は我が手で直接始末してやろう。お前の頭を吹き飛ばせば忌々しい天敵の血筋は消滅するというわけだ。ジョースター家、最後。血筋。死ねえ、ジョー太郎。消滅。こいつは基本世界のものだった。なんだこれは。おら、貴
様、一体何を。やはりな、てめえの能力どうやら拳で叩くと発動するタイプのようだな。その腕の傷が治るまでは真実の上書きはできねえ。その腕が治癒するのに何秒かかる。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかってきな。無駄。そうだ、この目つぶしは勝った。せっ、うるぅ。くだらねえぜディオ。てめえの言う真実とやらはただのまやかしだ。何度も言わせるなよ。てめえは俺を怒らせた。城太郎、こんなところにおったか。病院から知らせがあった。意識が戻ったらしい。早く行ってやろうぜ。ん？なんだよ、どうかしたか。いや、なんでもね。ひでえ傷だったからな。1ヶ月は絶対安静か。ともあれ全員命が助かって何よりじゃ。すまんなポルナレフ、わしらはホリーのところに戻らなくてはならない。いいさ、早いとこ帰って安心させてやりな。あいつらのことは任せてくれ。俺が面倒見とくからよ。退院時には必ず戻ってくる。任せたぜ。
おかしいな。今ぶつかって転んだと思ったのに。よそ見しててすまなかったな。連れを見失ってしまったな。でっけー190以上はあるぞ。あれこの人どこかで。あまり離れるなよ。本来なら母さんと一緒に留守番させるつもりだったんだが、お前がギャーギャー泣きわめいてダダこねるから仕方なしに連れてきたんだ。用事を済ませるまでおとなしくしてろ。分かったな。向こうの亀見てくる。やれやれ。一つ尋ねたいんだが、この町で東方という姓の家を知らないか。この家を訪ねてこの町に来た。